面白かったよ。あおいちゃんさんありがとうございます。いや M1 面白かったよ今年も。なんかあおいちゃんさんありがとう。いや M1 でしたわ今年も。楓さんと見ておりま、あの実況を LINE しながら見ておりました。はい、もう毎年恒例です。もう M1 もそうだしキングオブコントもそうなんだけど、結局ねもう面白いねっていうさ向上心の塊です。いや真空ジェシカさん面白いんで、面白かったよ。もう全部面白かった。うん、こんばんはね。ケンジさんありがとう。もう一度乾杯もありがとうね。なんかね三連単当たってない、当たってない。ウエストランドさんなんて決勝に上がらないと思ってたもん。うん、もう本当に失礼だけどなんかすごい印象があったのよ。そういう印象がな、そういう なんていうんだろう、今までその井口さんっていうあの方がバーッとめっちゃ言ってるあのイメージだけすごいあったから、うーんってなってて、そういつもあんまりハマってなかった自分に毎年。だけど今年はなんかねできちゃってましたよね、流れが。ウエストランドさんのなんか流れがね来てたバッチリハマっちゃってたんだよね、なんかその勢いが。うん、さやかさんも、さやかさんもあのあれだな、なんかさやかさんはなんか漫才ちゃんとしてて万人受けって感じ。なんか嫌いな人いないんじゃないかなっていう、うん、面白さで。だから順番とかその勢いだったりその雰囲気、 M1 の雰囲気でもう、まあ、決まったかなっていう感じで。ロングコートダディさんもマジでめちゃめちゃ面白かったし、そうで私男性ブランコさんがあるはさやかさん、ロングコートダディさん、男性ブランコさん、この3組が決勝を上がってほしいと思ってたの。そうでも米田2000さんもめっちゃ面白かったけど、まあ漫才かって言われると確かにまあねっていう、そのなんか漫才論争みたいなの起きそうだなと思ったけど、すごい受けてたし、うわどうなるかなと思ったんだけど、とにかくその3組に私は上がってほしいっていう願望があったのよ。でその後にウエストランドさん来たから、うわーこれはもうなんか なんて言うんだろう、ちょっとハマっちゃってるなと思って。そう免許返納のやつね、私さ免許返納のやつとかさ全部見ちゃってたの、そのね、ネタを YouTube でもともと見ちゃってて、だからさなんか今年すごい見ちゃってたの、あの公式 YouTube チャンネルで予選のネタをね上がってたやつ全部見てたから、なんかもう来年から見ないようにしようと思ったなんかいつも見てなかったのに今年だけすごい全部なんか結構チェックしちゃってたから、その M1 当日に全部なんか見ようかな、見るのがやっぱ一番いいかもって思ったね。そう女版ランジャタイって言われてもらった、女版ランジャタイ、うーんちょっと確かにその女版女芸人さんの中だったらもう一番ランジャタイさんちょっと近いような気もしちゃう、うん、そう M1 に持ってくるあたりすごい
決断とは思って、でもすごいなって言うんだろう、爪痕を残せてたコンビさんとか結構いたからね、うん、そう、そうウエストランドさんのその順番最後くじ運がちょっと良くないかなって私思ってて、 毎回悪いイメージあって、そうなんかウエストランドさんちょっとマイナスなイメージ結構多かったな、ずっと。でも今年だから全然もうあれだった、ほんとこれ競馬とかだったらすごいことになってたのも、私マジでウエストランドさんにかけてる人ほんとに少なかったと思うよ、こればかりはちょっと正直言うと。これはランジャタイも正直もっと狂ってる。そうなのよ、なんか話が通じないじゃんランジャタイさんって。その伊藤さんは真面目だけど、くにちゃんさん本当話が通じないから、会話ができないから、それに比べたら全然マシに感じてしまうよね。ネタは確かにすごい、うん、そうなのよ。令和マロンさんのまだ見てなくて、そう面白かったんだよね、すごい話題になってて、そうなんだと思って。オズワルドさんのは見て、でもオズワルドさんね、そうね、ご時世にハマってるんだと思うよ。なんかあるんやろね、そのみんななんかさ、ストレス溜まってるんだよ多分日本中の人みんな多分なんかストレスが溜まってて、なんかちょっと気持ちよくなっちゃってた視聴者の人とかも結構いたと思う、正直。だから今年に合ってるってか、もう M1 ってその年とその年に合ってるんだよね本当に。でも何が起こるか分かんない毎年だから。テレビ出演増えそう、うん、うん、テレビに結構どのテレビにも出れそうな面白いなんかネタだよね。レストランドさん1位してたが当たった、うわー見る目あるね、今年の M1 見る目ある。いやーなんか、結局優勝まあしなくてもこれから売れる芸人さん、 M1 でね準優勝で3位とかでも全然売れね、これからじゃないですか、期待だよね。だから普通に地上波でこれから今年っていうか来年2023年の活躍に期待だね。まあ来年も M1 楽しみだけど、まだちょっと本当わかんないからさこれはねえ、誰が来るか本当にもう分かりません。もう本当に当日にならないと何もそう分からないということだ。葵ちゃんさんありがとう。正則さん可愛かったけどめっちゃ緊張してたね。誰が好きだった、男性ブランコさんは結構個人的につぼったね。私壁ポスターさんトップバッターね面白かったよね。あとね、あとグープミシンも面白い。なんかそうね面白かったな。まあでもそうね、ウエストランドさんはちょっとなんだろう、個人的には
本当に今までの印象とか結構180度変わった感じだな。なんかあれだった、なんか笑っちゃったね、なんか笑っちゃった、なんか面白かった。本当にそう、なんで笑っちゃうんだろうっていうけどなんかずっと頭の中に残っちゃう感じで、なんかインパクト勝ちした感じはあるな。なんかだからもう全部面白いんだもん決勝結局、うん、でもその中のインパクトって大事ですね。頭の中に最終的にどこが一番残ってるかっていうさ、結局なんか、インパクトだなっていう決勝インパクトだね本当。いや違うからさ、うん、順番だな本当、順番だから運もそうだし、米田2000確かに、なんか決勝は、あ予選は、予選っていうかその決勝の中のその最初の予選の時はなんかインパクト大事、インパクトももちろん大事なんだけど、漫才か漫才じゃないかっていうのもなんか最近結構さ結構なんか基準、そこもなんかさ、あれ、あのさ、あれ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 、あのコンビ名が出てこない、あの漫才論争が起きちゃったじゃないですか、あの時に野田さん、マジラブ、マジラブの時に漫才論争起きちゃったから、それでなんかこと、なんか最近はもうずっとなんか漫才かって、そこの基準が結構できちゃってるから、なんかそういう基準とかがその最初結構見られる、いやもうちゃんと審査されちゃう感じあるじゃん。でも決勝って決勝ってもう結局みんな全部面白いから、もう最終的にやっぱ頭に残った、だから米田2000さんたちが決勝もし進んでたらワンチャン優勝あったよね。わかんないけど、そのだからわかんないのこればっかりは、うん、そう、男性ブランコさん残ってほしかったよ私も、うん、個人的に面白かったけどね、権利関係でほとんど無音ないとこちょっとなんか、なんか歌、なんかリズムネタみたいにはなってたけど、え、ウエストランドさん笑える、川本さんのあのなんか欲しいな、タさんありがとうございます、緩和緩和分析してますね、やばい、ディスられちゃう井口さんにディスられちゃうよ、怖い怖い、そう、でもどうなの、まあ最初はめっちゃテレビ出るようになると思うよね、優勝したコンビさん、いろんな番組ね、でもこれからその後残っテレビに残っていくかどうかは平場の面白さ次第だよね。だから優勝したコンビがテレビで売れるかどうかは分かんない。だってかまいたちさんとかもさ、優勝してなくてももうね、ほんと全然売れるしさ、フリートークのその平場でね、ちょっと跳ねないとさ、地上波ってマジで残れないですよね。本当に、うん、でもそれが関係ないのがやっぱそういう
賞レースのそのね M1 とかもさ、あと漫才コントだけだからさ、ね、そこにかけてる芸人さんもいっぱいいるわけで調整したのも何げんすごい、え、すごいね、ほんと。井口さんは確かに出てるよね。河本さん2人でどうか活躍してほしいな。河本さんいてこそのウエストランドさんだと思うよ。分析したくなっちゃうよね分析したくなっちゃうよね。でもさ、このウエストランドさんのことをさ、面白くないみたいなこととかつぶやいてたりさ、なんかう嫌いだわとかさ言う人とかもいるわけじゃないですか。でもそういうのもさ、一本目のネタにさつながっちゃってるじゃん、全部。それがすごいよねそれもなんか全部なんか伏線回収みたいな感じで、なんかいいように丸く収まっちゃうから素晴らしいと思って、うん、できてるよ、いいように。そう、みんな、お、本当だ、分析者たちがつぶやいてるってなるよね1本目のネタのさ、すごいよ。いやー、もうだからなんか今年はもうウエストランドさんだったなって感じです。そのうん、いろいろあると思うけど、みんな面白かった、面白いんだけど、もうなんか雰囲気が流れがね、ウエストランドさんだったね。毎年流れがもう分かんないのが本当に、始まってみないとどうなるかは予想できない。これはこんな流れになると途中まで思ってなかった。あの男性ブランコさんがたちがその3位にまだねいる時、暫定残ってる時まではな、本当にもうこのまま行くと思ってたから、3組、あ、3組の戦いか、まあ、全部好きだなと思ってちょっと思っちゃってたけど本当わかんないね、最後まで本当わかんないね。タワさんありがとうございますね。決勝だから票がね全然割れなかったってことは、なんかやっぱ決め手がでかかったんだろうね、ウエストランドさん。うん、なんかロングコートダディさんもさやかさんもどっちも面白かったから、なんかどっちもなんていうの、うん、面白かったんだけど、ウエストランドさんがなんかちょっとね印象が強かったし、一番目に来ちゃったから決勝が最後ね、もうなんか余韻に浸っちゃってた、そこの、うん、ずっとなんていうんだろう、刺激が強すぎてさ、一発目が、そう、刺激が強すぎるから、ここがまたちょっと順番変わってたら分かんなかったけど、新たなヒーロー、いやなんかでもすごいと思う、ほんと大逆転って感じで、下克上したぞって感じだよね。でもかっこいいです、ほんとそのままの勢いで行ったのがでかいよね、分析とことん分析しね、したくなるよ、この M1 終わった後とか、キングオブコント終わった後とかね、なんでも本当に来ちゃうよね。そう、勢いがね落ちがちだけど、そのまま行けたっていうのも一番でかいね。いや、よかったよかったよかったと思うよ。うん、2本目終わった瞬間、私もなんかこのあと2つとも2
2つの組コンビさんが出てきてもなんか面白いだろうけど、うわこれ超えれるかなみたいなちょっと思っちゃってて、そう、だからどうでしょうね、本当にこの M1 フィルターがファッて消えた途端に笑えなくなる可能性もあるからね。わかんないよこればっかりは。もうその M1 は M1 の世界だから、なんかなんだろう、だってさ、いつも面白かった人が M1 で全然面白くない時もあるじゃん、受けないみたいな。で今日ダイヤモンドさんとか全然ハマってなくて、多分ネタの選び方とかもさ、何を持ってくるかとかにもよると思うんですけど、なんかやっぱ M1 は M1 だから、 M1 マジックなのよ本当に。同じネタのアレンジが好評か、うわ確かに、だからそうだね、うわそうだわ、言われてみればそうですね、確かに。もうほんと優勝のなんか定義みたいな、多分かこう自然とできてんじゃない、なんかね、ダイヤモンドさん、こんなもんじゃないみたいなことが起きるんだよね多分 M1 って。いやーちょっと残念だなみたいな、もっと面白いはずなんだけどなーってなっちゃう。えっ、Q さんね、私結構期待してたけどな、順番なのかなやっぱ、準決、決勝だとちょっとねっていうのもあるし、壁ポスターだもんな、面白かったよこれ。だから最後決勝いけてた可能性あるよ順番では。でもどの組もそうか、どのコンビさんもまあ順番によったらいけてたのか、いけてた組もあるだろうし、ほんとねえ、ヨネダ2000確かに見たいかも。いや面白かった、笑っちゃったもん私も、笑っちゃっ、すっごい普通に笑って終わったのにふーって一息ついた時に、んこれ果たして漫才なのかってちょっとこう考えちゃった。でも決勝とかだったらもうそのまま米田2000に入れちゃってたかもしれないけど、予選だとんってこう考えちゃうね、考えちゃったね。まあ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 仕事、そうね、テレビで見る機会は増えそうだよね。まあこれからでしょう、まだまだ。そのなんかやっぱ昔のその遡った昔の古い映像とかで映ってるのがめっちゃエモいなってなるね。 M1 ってやっぱかっこいいなってなるね、どんどん歴をこう重ねてって、うわ懐かしいみたいなね、なるじゃないですか。それがあってこそのなんか M1 な気がするので、ターさんありがとうございます。だからもうちょっとなんかこれからに期待かな。M1 はそう、ドラマあってのストーリーありきの、なんかもうそれぞれの物語あっての M1 ですからね、それ含めてストーリー含めて全部最高なのよ M1 だな。 M1 が終わっちゃったな、もうもうってことはもう年末よ今年も終わりますよ皆さん
終わったね。リコチャンネルの話も、リコチャンネルです、見てください、リコピさんの YouTube。 私なんか私密着されてんの若干密着されてた、もう結構 やらかしちゃってて、もう本当にね見られたくないけど、まあぜひ。来年の優勝ね、来年の勝負ネタを作る日々が始まるんですね。なんかやっぱでも自分たちのスタイルを貫き通すのが一番いいんだろうなね。貫き通す、自分たちを信じるのがやっぱいいんだろうなって思いますね。カメラマンもやってるし演者側もやってますやらせていただきました、今回のリコチャンネルですの密着、密着じゃない、間違えた裏側ね、やばかったでしょ本当にね。私ドッキリされちゃって相当焦りました、本当にね怖かったわ、怖い思いしたよ。うん、でも本当よ私も個人的に結構つぼっちゃうんだけど、あの動画見て自分のこととは思えないくらいなんか笑っちゃうんだけどさ、リコピさんのツッコミとかが面白くてそう、いやー面白いでしょ、見てくださいぜひ、おすすめです。あのリコピさんの編集とかもすごいさちゃんとされてて、なんかもうお疲れ様ですっていう感じなので見てください、見ていただきたいです。申し訳ありませんけどめちゃめちゃ笑いました、アイルも笑っちゃったもん、なんか自分で笑っちゃいましたうん、こんな焦ってたんやと思って私、うん結構笑えると思うよ。次のなんか多分当日編も出てる、ちょっと出てるっぽいので、葵ちゃんさんいいねありがとう、出るかもっぽいので、じゃあまあそれも楽しみに。何してたかな、あれ何にも覚えてなくて、当日のそのカメラに映ってたやつは何一つ、そうな何なんか喋ったっけとか思ったんだけど、笑えるなら見てみます。いやどうだろう、クスッとはなると思います、多分うん。いや笑ってくださいぜひ、うん、愛知の寝てる姿見れて嬉しかった観点が違うな、そこかい、そうね、寝てるところは見えるのは確かですけど、ちょ休憩中だったのよ、あの休憩中にご飯食べて、あのその後ちょっと休憩中時間あったから寝てたんだけど、多分そうもう始まったのかと思って、再開したんだと思って、私はびっくりしちゃった。よもつくさんありがとうございます、あのお弁当、うん、美味しいのよたまにね。あおいちゃんさんありがとう、あいち愛されてるなと思いましたリコピさんが恋しくなってしまうよ本当に、ああいうやりとりもさ、なんかリハの時にさ、リハの時からさ、なんかそういう本当に面白かった、面白いんですけど、リコピさんいないからもう寂しくなっちゃう動画だよ。あそうです、今夜しかも聞かないとが、11時半からあるので、もうそろそろショールームは終わりたいと思います。ついに私の新コーナー決定です
私的にとっても気に入っている企画コーナーになったと思うので、に決めれたと思うので、すごい嬉しいです。なのでみんな聞いてください。リアルタイムで絶対聞いてね。やべって小声で言ってんの俺が面白かった。よかった。ちょっと恥ずかしいけど、葵ちゃんさんありがとうございます。そうそう、なんかみんながすっごいお便りをすごい遅れそうなんか考えるの難しくなさそうでいいと思ってる私。すごい、うん、いいじゃんってなってるから、そう、おきさんとかからもいやいいねってなってるから、結構割といいんじゃないかな。多分新年一発目元旦の収録もね私がしたんだけど、その時にもうなんかちょっと実践してみたんですよ、その企画コーナーの実践っていうか、私3人で小田さん沖さん相手でその企画をなんかやってみたんだけど、私のコーナーなんか結構いい感じに盛り上がったから、うわこれリスナーの方からいっぱい来たらさ、うわ楽しみだねみたいになって、すごい良さそうな感じなので、ちょっと期待しててください。期待っていうかね、そうラジオだねってなった沖さんからも、うわこれラジオっぽいじゃんみたいな感じになったので良さそう。序盤のお弁当パートも何がとは言えないけど、宮沢まさいですけど、でももう本当にリハの時はもうなんか顔疲れてるしさ、メイクもしてないしさ、なんかもうなんか本当にあんま見られたくないとこばっかりなんですけど、仕方ない、全部なんかなんかね裏側が出ちゃってます、リハの時の、うん、うん、聞いてね。ではではそろそろ終わります。ではランキング読みます。13位たかちゃんかもあしさん、12位テンポイントジュニアさん、11位ピーケスさん、12位ゆうつのむらさん、9位きどっちさん、8位恋っていうか会いに行くさん、7位たかっぴさん、6位フォクピグさん、5位井上ゆきひろさん、4位かくえさん、3位谷川ゆとかさん、2位なおさん、1位あおいちゃんさんです。ありがとうございました皆さん、ありがとうね。なんかバッジがもうみんななんかもういかつくてショールームのバッジがなんかいかつい人が多くて面白くなっております。このなんかカラフル具合がイベント感出ちゃってるな。ありがとうございます。バッジがついてなかったとしてもバッジがついてなかったとしても気にしないでください皆さんどんどんコメント読みますから、そういうのを差別せずに読んでいきますからはい、ありがとうございます。本当にちょっと遅い時間でしたが、ではでは、おやすみなさい、皆さん。バイバーイ。またねー。